チッス誰も知らないカリウド、イカレタコスケです。今回もちょっとサンブレイクの話をもう少しだけしていこうかなと思います。えっ、ー、と、最近なんだあれは何で話題になったんですかねツイッターで最初話題になったのかなあの、サンブレイクのロゴとアイスボーンのロゴが対になってるんじゃないかっていう話を聞いて、いろいろ調べてみたら、まあまあまあなんとなく繋がってくるところもあるし、納得できるところもあるなっていうことで、そんなお話を今日はしていこうと思います。まず、 アイスボーンとサンブレイクっていうのは何かっていうと、モンスターハンター、さ、あの、ワールドとライズの、まあ、有料拡張パックですね。で、えっ、ー、と、サンブレイクの方はついこの間、えっ、ー、と、公開、公開というか発表されました。そのサンブレイクとアイスボーン、両方とも有料拡張パックの、まあ、ロゴが、ついになっていると、噂になってるわけですよ。まあ、どう、ついになってるかっていうと、まあ、まず並べたときに、あのー、 背景のシャドウになっているドラゴンの形が、まあ似ていて、そして左右、まあ対称になっている。でも対象って全く同じ形ではないんですけども、まあね、向きが対称になっているということなんですね。まあこれだけ聞くと、おいおいおいってお前そんなんで動画を出したんかいって思われるかもしれないんですけども、まあもうちょっと深掘りしていこうと思った時に調べてきたんですが、まず、あとサンブレイクとアイスボーンが対になっている。 っていう話なんですね。ここちょっとね、ややこしいんですけども。まあ、そもそもとして、アイスボーンの意味っていうのは、これさ、日本人が、英語わからないタコスケみたいな日本人が見ると、両方とも勘違いしやすいんだけど、アイスボーンってどんな感じかっていうと、これ、文字としては氷と誕生なんですよ。だから、氷に生まれるとかそういう感じかなと思ったら、アイスボーンって、あのー、氷に、 なんか、抱かれるみたいな、そういうイメージみたいですね。ね。あの、英語訳の方を見ると、あの、モンスターハンターワールド、アイスボーンのパッケージモンスターである、イベルカーナっていう氷のモンスターがいるんですけども、このモンスターの方になんか、アイスボーン、ワイバーンみたいな、そういった記述が見られるってことで、このアイスボーン自体は、まあ、このイベルカーナの、うんと、名前のものだろうと。確かね、えっと、イベルカーナのね、歴戦王の BGM がね、なんだっけ、エンドオブ・アイスボーン、 っていうね。ゲームの最終モンスター。最後に出てきたモンスターと、まあ、この、なんつの、イベルカーナの最終形態っていう意味でかけてるのかなと思いましたけどもね。まあ、そういった意味があります。アイスボーンの方には。そして、サンブレイクの方はですね。これも日本人読みで言うとさ、太陽を破壊するみたいなね。超絶、太陽爆破剣みたいな感じしますけども、調べてみた感じだと、えー、どっちかっていうとね、うんっと、 太陽が雲を破壊するっていうとご役になるんですかね。まあ、木漏れ日みたいなイメージがあるらしいです。話あの、意味があるらしいです。他にも色々意味があるんだけども、モンスターハンターは雲の隙間から火が漏れるっていう演出が多いんで、まあ、これかなと。 ね、サンブレイク。太陽が、まあ、雲を割って光が差すみたいなね。まあ、ちょっとはライズとね、だいぶ似た意味がありますね。ライズサンブレイクだからそうすると、あの、雲を割って光が差すって意味になるんですかね。なんでね、ま、あなんか意味だけ見るとライズの延長みたいな感じがしますね。で、この二つもまたりになってるんじゃないかって。で、 この次になってるの方はですね、どっちかっていうと、さっき言った、まあ、日本人、タコスキみたいな英語わからんちんが、あの、間違えてしまいそうな方の意味で取るとってことなんですね。アイス、ボーン、氷、生まれる。で、サン、ブレイク、太陽、破壊する。で、太陽がない星、太陽がない中域っていうのは、ま、むちゃくちゃ寒いわけですよ。基本的には、ま、ね、あのー、まあ、氷になるものがあれば、氷に閉ざされてるわけですね。なんで、太陽と氷っていう意味で、 対になっていると。対になっていると。そして、えっ、ー、と、ボーンとブレイク。生まれると破壊する。始まりと終わり。という意味で、対になっていると。まあ、そういうことじゃないかなっていうことだと思います。話題に上がったとしたらね。で、えっ、ー、と、ロゴに乗っているモンスターっていうのは、肩やアイスボーンの方はイベルカーナですね。氷の竜。これま、ストーリーにも深く関わってきたモンスターですけども。で、もう片方がおそらく PV にいたバンパリオン。 過小です <laughs> 吸血流ですね。<laughs> 吸血流ではないかなという話になってます。それでですね、確かにこの2体って比べると似てるんですよ。最初、ミラボレアスにも似てるよねって話を聞いて、確かにね、あの演出だけ見るとすごくミラボレアスに似てるし、あのーまあ、これはちょっとちょいがかじりなんですけども、コメントなんかで教えてもらったんだけど、ヴァンパイア代表するドラキュラの別名だっけヴァンパイアの他の人だっけ忘れちゃいますけど、ブラド。 っていう、あの、王様がいたのかな王様だっけまあ、ちょっと全然この辺詳しくないなんか、あの、FGO かなんかでチラッとかじってるような気がしますけども、この人がですね、あのー、まあ、バンパイアであると同時に、なんか、竜帝の息子っていう意味もあるから、もしかしたらミラボレアスの禁煙師とかもちょっとかじってくるんじゃないのって、まあ、確かにね、背景も赤い空に洋風の城の上にいる、まあ、黒っぽい姿をした、 あの、ドラゴンっぽい、西洋のドラゴンっていう方、まさにドラゴンって形をした、あの、シルエットなんで、まあ、確かにそれはワンチャンあるかなと思ったんですけど、まあ、ここに関してはね、他にもちょっと考察の余地はたくさんあるんだけども、後で話すかもしくはまた今度話します。で、生体の方なんだよね。イベルカーなど、ョ唱バンパリオンの、あの、比べるべき、個人的な場所としては。見た目がまず似てるんですよ。とりあえず。 で、見た目だけじゃないんですよね。まあ、これ実際モンスターとして出てきたらどれぐらい似てるかわかんないけど、PV とかを見る限りだと結構似てるんですよ。バンパリオン、まあ、吸血流の方が若干ちっちゃく見えるかなって感じはするんですけどもね。で、とりあえずどこが似てるかっていうと、あのね、機能がね、似てるんだよね。 まず PV の方を説明してしまうと、何やら空に赤いチラチラのようなものが見えて、それに向かってリオレウスが飛んでいくと、その吸血流に襲われて、おそらく血を吸われているであろうと。で、その吸血流の方は首元から何か赤い煙のようなものを出しているんですね。で、モンスターハンターにおける、シリーズにおける、この赤い何かっていうのは、大抵の場合は、あの、流属性。 の何かなんですよ。竜器、あの、バルファルク、クシキ閣用のバルファルクが出している、あの、赤いのと一緒ですね。イベル、イベルジョーじゃない、イビルジョーが口からブレスを吐いているあの赤黒いのとかもそうですね。この辺。で、あの、主人公が流属性攻撃するときも、要は赤くなりますね。だこの辺ですね。流属性なんですね、赤っていうのは。もちろん、吸血竜が、 あの、全く別のね、本当に赤い血を撒き散らしてる可能性もゼロではないんですけども、まあ今までの中でから言うとおそらく、流属性ではないかなと。人用がアッシュなんかもね、赤いの出してますけども、まあ流属性を出しているんではないかなと。で、この機関から出した流属性を使って、あの流属性を使って操ってるわけではないんだけども、リオレウスのようなモンスターに何かしら、多分、 本能をくすぐっているのだ。なんでだからリオレウスがその赤いチラチラに寄っていってるかよくわかんないんですよ。でもまあ何かしらの効果を与えているんでしょうね。モンスターを操るような。なんで、そういった機能を持っていると。流属性を操るのではないかなと思われます。そしてですね、じゃあイベルカーナの方はどうかっていうと、イベルカーナは氷の竜ですんで、氷を操るんですが、この、 氷どうやって出してるかっていうとですね、鱗の間にある器官から体液かなこれ何って書いてなかったけど、おそらく体液だと思うんですけども、体液を液体状の体液を放出することによって空気中にばらまいて、それが凝固したもの、そういったものでハンターを攻撃しているんですね。そうなんですよ。もし、バンパイア、血を操る、 という意味で、流属性の、まあ、流気なのか、まあ、流血なのか分かりませんけども、そういった体液を操るっていう意味では、この、イベルカーナも、自分の体液を外に放出して、まあ、凝固させたりしながら、操ってるんですよね。実際、イベルカーナと戦ってる時に、あの、その辺に、霜のようなものが、えー、浮いています。これって、あのー、吸血竜が、リオレウスをあのー、誘ってる時の、 あの赤いチラチラにねよう似てるんですよ。そしてもしその流属性を操ってリオレウスのようにあの他のモンスターに何か影響を与えるんだとすると実はモンスターハンターライズサンブレイクではない方のまだ今現状あるモンスターハンターライズの方に まあいろいろね、背景的には、普段人を襲わないコリュが急にモンスあのハンターを襲ってきたりとか、いろいろあるんですよ。本来だったらコリュが現れたらいなくなる小型モンスターたちがその場に存在するとか、異常行動っていうのは目立つんですけども、1匹だけ、あの最後の最後に登場したおかげで、まあ、ゲストキャラクターではないかと思われているモンスターがいます。それが、屈指、格僚のバルファルク。 このモンスターっていうのは、先ほど言った通り、まあ、赤いエネルギー、流属性の粒気っていうね、ものを使ってきます。で、この、くし格用のバルファルクは、普通のバルファルクとは違うらしいんですね。あのー、本来のバルファルクっていうのは数千年周期で出てきて、まあ、実際そのモンスターの特性的にも凶暴なんだけども、このくし 格用のバルファルクの方は、もう自分の出している隆起が操りきれなくなって暴走状態にあって非常に凶暴であるっていうことが明言されています。流属性に影響を与えて、そして流属性を暴走させてしまった古竜。これがモンスターハンターライズの現状最後のモンスターなんですよ。ここ、ちょっと、 あるんじゃないんですかっていう話なんですね。で、これだけだったらただのゲストモンスターって話なんだけども、この書くよう、くしきのバルファルクちゃんは、手記に登場してるんですね。まあ、ストーリーに関わるとまでは言いませんけども、あの、各マップにある隠し要素たる、あの、剣のね、剣を手に入れると、 手器が手に入りますけども、その砂漠のお話に出てきているぐらい、まあそこそこにストーリーに噛み合っているわけですよ。逆に言うと、あのー、三大交流、途中で追加された三大交流とかは、こういったストーリーへの絡み方っていうのは知ってないんですよ。そのバルファルクの流属性が暴走していて、 かつ PV ではリオレウスが何者かにおびき寄せられるように赤い竜属性の塊におびき寄せられるように移動しそして襲われているそれからシステムにある百竜夜行の存在これはもしかすると竜属性が暴走したことによって百古竜夜行っていう形が完成するためのパズルのピースなんではないんでしょうか そして何より興味深いのが、数千年周期でしか現れないバルファルクが暴走することによって、まあ、数千年周期にしか現れないっ言ってもさ、数千年に一回しか生まれないとかではなくて、活動期間がね、あの、多分非常に長いんだろうね。数千年に一回しか、あの、まあ見られないわけだから他のところで活動してるかもしれないけども、まあ人里に降りて暴れるようなことっていうのが、まあ数千年周期にしか 見受けられないんでしょう。このバルファルクが暴走することによって、このライズでも、その暴走状態のバルファルクが見受けられたってことね。これ、他にも似たようなモンスターっているんですよ。数千年周期はさすがいないかもしれませんけども、まず滅多に見られることのないモンスターたち。ゴグマジオスとか詳しくないけども、あいつらも確か眠るモンスターで、あの、周期があるんじゃなかったかな。 そういったモンスターたちですね。もしかすると、吸血流のその力っていうのは、もしかして、あの、本来ならば、おとなしいモンスターたち、まだ眠っているモンスターたちを呼び覚ます力を持っているのかもしれません。そうなると、溶岩道の振動。 これね、これも手記にある、あの、よくわからない振動があるよっていう話。まだフラグが回収されていませんけども、ここも少し繋がってくる可能性がありますね。吸血流の、その、流属性を暴走させる力により、地下に眠っていて、今現在、本来だったらば蘇るはずのない、ボス級のモンスターたちが、次々に蘇る。蘇るというか、目を覚ます。なんて可能性も、 ありますまあそんなところで、まあ確かにね、対比という点では、まあちょっと似てるかなと。イベルカーナは直接関係なかったんですけども、やっぱりただ、あの、目覚めというかね、モンスターが現れる予兆という点では、イベルカーナも一役買ってたんですよ。イベルカーナ自体がね、予兆になってたわけではないんですけども、その予兆を観測するための存在として、イベルカーナがいましたからね。まあてなわけで、 今回もダラダラとした考察にお付き合いありがとうございます。いやーもうとりあえず待ちきれませんな木曜日が。<laughs> 誰も知らないカリュド、イカレタコスケでした。T.U. 回れ回れ、やれ風車また同じ場所へ帰って揺れて揺れて,揺れて果て学どころ君は知らないまあまあ